自分がコーチになってみて、この時にもうちょっとこうやって考えてこういうふうに行動してたら変わったなとか、もうちょっとこう諦め、コーチとして伝えたいことは、僕が選手で、プロを目指しているときに、今これをやっておけばよかったなとか思いながら自分自身でトレーニングをしてはいましたが、こうやって自分がコーチになってみて、その時にもうちょっとこうやって考えてこういうふうに行動してたら変わったなとか、もうちょっとこう諦めずにこうやってトレーニングしてればもう一歩上手くなったり、自分の目指したい場所に届いたんじゃないかなっていうところを感じて、それを日々スクールの中でトレーニングの中で、選手のみんなに伝えていけたらなというふうにいつも思っています。治らない怪我はないので、自分がなりたい自分をイメージしてできるトレーニングを日々やれば必ず先に進めると思います。自信持ってやりましょう。ポジティブにこういろいろ考えて進めると、自分が前向きに捉えてやることはすごくいいんですけど、その他の周り、家族、チームメイト、いろんな人がやっぱりそのポジティブに対していい波及効果を得られたもので、ポジティブに捉えていつも取り組んでいきましょう。